はい、始まりました。ニューヨークから配信しておりますサムルディエです。本日は417回目の配信となってます。今日はですね、明日行われる、レーシングリーグ第1戦目と同じコースを試走していきたいと思います。まあ、前回ね、ここですでにレースしたんですけど、まあ、レースしながらだったので、しっかりと場所とか、セグメントがあるのでね、セグメントの場所を確認しようかなと思って、はい。で、本当だったら、明日一緒に走ると皆さんが来るはずなんですけど、来たらジョインしてもらおうかなみたいな感じです。はい、このあと2分後かなにスタート、まあ軽く踏んでいって、でセグメントのところぐらいは上げて、足刺激していこうかなという感じですね。はい。いやー、なんかこう一人で走るとこうどのぐらいでかけたらいいのかまた分からなくなるけど、まあ場所の確認ですね。はい、あとは軽くで、昨日1日レストしたんで足が割と元気かも。はい、今日は元気。ただ明日が本番なんでね。しかも明日はてか今週から時差がね、また日本との時差が変わりまして14時間になったんですよね。だからまた早く朝起きるのが早くなりましたね。はい、1時間早いので朝の1時間大きいじゃないですか。で、今はだから、朝の9時です。はい。今日は9時なんですけど、明日の本番は、5時半からレーススタートなんで、4時半に起きたら、まあ、いけるかな。4時半までに起きて、体を起こして、減らないといけないですね。頑張ります。はい。あ、くるりん。スタート直後の上りで後続ちぎろう。あ、マジで。スタート直後の上り、こっからあれ、0.5 キロ進んでから、3キロ地点ぐらいまでは上りやから、そこでちぎっていけたら楽やね。そこでさ、だいぶ後ろとの差ができれば。アタックのかかるところって、まあ、セグメントの前と、まあ、最初にちぎれるかちぎれへんかでだいぶ変わってくるから、最初の山は強度高そうですよね。さあ、スタート。一人で行きましょうか。最初、ここはね、まだ、ここでバーって出力上がってダッシュみたいな、ここのスタートダッシュの勢いのまま登り始めなんかな。だからずっと前見キープしてないといけない感じですよね、きっとね。さあ、こんなもんかな。これ最初にマリーナスプリント、これ関係ないですね。これはきっと関係ない。あと出てくるよ。ここで謎のアイテムゲットできるのかな。何のゲートでもなかったけどアイテムがもらいました。最初にアイテム来んのかな。明日はもうまたアイテムの制限あった気がするからな。さあ、この辺からもう言うて登り始まってますね。 0.5 っつったけど 0.3 ぐらいから始まっとるな。これ始まっとったな。 0.5
で何やった、多分ここは集団のペースでいけそうやったら私はアウターでもいけたこの前はアウターで勢いで登った方がちょっと楽でしたね。まあでもペースによります、ちょっとね4倍ぐらいやったらインナーよりもアウターで登った気がする。今はとりあえずインナーにて回してます ここあれなんですよね、山やけどところどころ平坦に戻ってくるから、下手に私ギア変えまくったらそれ見せるときあるからガチャン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 やってるときある。そこは注意ですね。ちょっと登ったらまた1%の平坦1%の平坦やね、これ 1% は平坦やか。あー西野さん頑張ってください、ありがとうございます。西野さん理想お疲れ様でした。いやー最初登り頑張りましょうね3キロ区間が山ですよ。ここがもうほんまのこれ残れるか残れないかで全然よいしょ、登り頑張ります。いや頑張りましょう。変速がねスムーズにできてないって言ってたから、よいしょ、はあ、これでも昨日レストして今めっちゃしんどいから、普通に足重いからさ、これやっぱり今日回しといてよかったよね明日めっちゃ辛いことになるところやったしそうで、どのぐらいの強度でやればいいのか。でもまあ青緑のところをキープでいきましょうね。そうね、セグメントだけ頑張ろう。登って平坦、登って平坦やね言うて、だからこの平坦が集団のやつだったら集団のペースがあるからきついよねって話なんだよね。あ、昨日同じく休んだので今日やっててよかった。おやっぱりね感覚をこう作っておくっていうのは大事ですよね。なんか一人で走るとめっちゃ長い気するんやけどあのレースとかの方がやっぱ集中力なんかな。
集中力がやっぱ違うから。ついていこうみたいな気持ちやしね。前についていから必死に回すみたいな。なんと自分でこうマイペースに行くのとは全然体感の時間も全然違うな。本番やったもっと。ここもハーハー言うてますからきっと明日って言いながら言うて残りあと1キロ切れてるわ思って頑張るしかないですねこれ。よいしょ。あ、目標あるのとないの全然違いますね。確かにやっぱり背中も見えてるのと見えてないのも全然違う気がする。誰かと張り合わないと頑張れないタイプ、もしくはこう誰かに見られてないと頑張れないタイプですね。常に人を意識している。あ、皆さん参加できなくなったみたいですね。スプリンター皆さんもスプリンター気質があるから2人で今日はスプリント練習し合いましょうと思って言ってたんですけど、あ、仕方ないですね、時間も時間やった。この辺はやっぱ一番シャドウが、そこでほぼ最後なんかな。 78% の。昨日てか、あの前のレースはこの辺で限界来たんやんな。ちょうどこの辺で、あともうちょっとやなにって感じでペース落ちちゃったんやな。ここで限界が来た。でちょっとここでねシャドウ緩むからさ、ちょっと安心しちゃったっていうのはあるから。ね、ここね 3% に急になるから、インナーで行こうかアウターで行こうか悩んだんやな。でガッチャンガッチャンやってる間にやってる間にやってんの。あ、当たった。こんばんは。しょっぱなから絞られる。いや、ほんまにね。いや、ここ頑張らな。あかんとこだ。ここで出し切っても仕方ない。ここね、ここギアどうしようかなって言って。でも多分みんなで行った方がいいやろうな。ここまでみんな1%走るみたいな。ここで加速しとかないとここの下りが要注意って感じですね。でここを
やっぱり0ワットへでも置いてかれてたから多少は踏まないといけない気がした。胸に前目で後ろちょっとでも下がったら踏んで前に出とかないと。下りでちぎれたら多分もう終わりなんですよね。もうそこでもう終わりなんですよ。ちぎりであれされたらね、どんだけ下りでスプリントしてもなかなかちぎれた後は戻ってこれへんかったからな。これちぎれた終わりです。The end です。 The end of レースです。ここでちぎれた。西野さんも多分ね、ほんまにあそこもでゴール KOM ゴールで踏み直して下りもう結構がっつり踏まないとやばい。でこの辺でほんまレース集団落ち着いてくれると思うから、ここで本当に休みたいですね。ここでは休みたい。ただ0ワットエアローマジで危険ですね。伝われへんね、ほんまに。ここシャドウ 7% 以上やからさ、いけるんかなと思ってやってみたもののめっちゃ後ろに来る。集団残りたい。いや残りましょう、残りましょうぜ。大丈夫大丈夫、周りをしっかり見て前目で前目でいましょう。前目で声かけしていきましょうね。で大体6キロ地点ぐらいまでは下りっぽい、まあ、3キロ登っていったから3キロ下っていきましょうみたいな感じですね。で多分この辺ではもう多分復帰回復しとかないとまずい。だから下りまで頑張って、ああ落ち着いたってところでここでしっかり休んでからの、休んで多分ここで力ある人はめちゃくちゃ足貯めて KOM、次の KOM のところを早く抜けようとするはずやから、あテーブル、テーブルが狙われている。この辺までが、この辺までは下りでしたね。下ってきましたよということで、こっから、こっから2キロは平坦、ほぼ平坦なんですよね。ちょっとアップダウンはあるけど平坦やから、集団でグイングイン行くはず。でも体感的にこういう曲がりのところはなんか置いてかれる気がするから、私はちょっと駆け目で走ってんねんけど、意味があるかどうかは分からん。意味があるかどうか定かではありませんが、そうですね、このぐらい。ここでもうまだ集団でゆっくり走れてたらいいなーって感じで。この辺穏やかやったら助かる。こういう
こういうところ、こういうところでなんかすごい外側に生かされがちなんで、結構開けない。まあこの辺はさすがにまだ一番かもね。息子が午後活発、今一番活発な時間、起きてミルク飲んで、あそこみたいな、あそこっていう時間です。遊ぼう時間です。よいしょ。今はこの辺からもう逃げてる人がいたんですよね。この辺からぶわーって飛び出ていったから、ちょっとここで強度が上がったんですよね。その後の KOM が辛かったけど、ここは結局ポイントはない感じや。この辺でもうだいぶかかってんのかな。巻いとかないとって考えると、意外とこのアコーディック KOM 自体は短いのに、読み合いからを含めた結構長いっていうね。まあ、この辺から読み合ってるからね。でここでまた兵隊に戻るよ。兵隊に戻ったと思ったら、兵隊に戻ったと思ったら、こっからやだな。そう、私いつもこっち側や思ったらこっちやねんな。思ってるほど逆やねん。この前も思って、え、こっちってなって。ゆるい方やねん。あ、ハロー。イエティ。よいしょ。アコーディックもやるんか。やるんかと思って。
でここも頑張りだしたら、ここ一生頑張るとこやな。実質1キロ、ゆるい坂1キロ分って考える感じですね。でここめちゃくちゃまた踏まなあかん。踏んで大体いつもこの辺になったら集団がまとまってくれたら嬉しいな、スポットですね。Really like the close setup. Thank you. あと皆さん、全然 OK です。お疲れ様でした。D作さん、ありがとうございます。頑張ります。で、もう少し 10.8 キロのあたりで、そうか、セグメント、ここで誰も逃げてなければいいけど、逃げてたら追いながらのスプリントかな。うわっ、だからかかってそうやけど、うん、4倍キープ。悪かったのかも分からん。実際は周りを見ながらフリントなんでしょうけど、でここで戻れる足がないといけないね。え、あ、あ、後半さらに頑張る。いや、今はこれ一人だったんで、ちょっと自分の中でイメージしただけなんですけど、今は中段に上がって、スピードが上がる中段についていくイメージが最初で、あとはそこからのスプリントをイメージしたけど、実際タイム早くするんやったら最初に踏んだ方が早そうやけどな、後から伸ばしていくより。私の予想、先にこうスピード上げて駆け抜けてった方が良さそう。わからん、どっちがいいんやろね。後で聞いとこう。
300m 長い、長い長い長いんですわ。あ、西田さん、いえいえ、おやすみなさい。ゆっくり寝てください。ゆっくり寝て疲れを取って本番頑張りましょう。イエイ。200と300はもうほんと全然違う全然違いますね。もう100がね、全く変えてくるよね分かるな。いやー、300ってね、いや結局200分しか今は踏めないんですよ、きっと自分の中でね。でその100を最初に持ってくるか後に持ってくるかなんですよね。踏めない100をどこがな、難しい。この辺まで集団に残れてたら嬉しいこの辺で残れてたら次も戦えるなって思えるけど どうでしょうこの辺、ほんまこの辺やと思うねんな。この辺までじゃ、カトーディック最初の上り、カトーディック KOM プリント3回行ってたら足がマジで終わってると思うねんけど、ただこの辺までは出てこやなかこれでやっと半分ぐらいですからね200しか積めないです。そうそうなんよね。いやー、ちょっとずつそれを伸ばしていくのか、こう加減ねしていくのか。 200m も 100% でいくともうそんな話しないから困ったもんや。自分の足のコントロールをもうまあ集団どんな動きするかほんまビビるよね。いやマジでそう、マジでそうなんよ。それオブそれなんよ、集団によるマジで。でもレーシングリーグ出るぐらいやからねえ、自信があって出てるのか、それともうちのように楽しいぜーでチャレンジしようぜーで出てるのかっていう感じよね。どうせね、どこのグループでだってまあ1、2組は強いチームがあるはずやからさ、それがどのぐらいの自分との実力の差かね。 C でも B に近い C なのか D に近い D なのか、強度が全然違うから怖い、怖いよほんまそれなポイント以外マジでゆるぽた希望や。ゆるぽたしかしたくないよねみんなで仲良くなろうの会よ
なんか思うけど、最初にこうグループライド欲しいよね。参加する。仲良くなってからやりたい。親睦を深めてからレースをしたい。でみんなでここまでゆるまたしようぜが分かるノリになってほしい。ゴール前の最後の坂道は私はもうビビるというよりも捨てた捨ててた、考えないようにしてた。もう何も頭に最後まで考えてなかった。いやでもなんだかんだ言って富永さんは大丈夫と思う。絶対負けず嫌いと思うからプリンターだとしたら絶対食いついたるでーがそういう魂が燃え上がって絶対食いついていく気がするから、なんだかんだ大丈夫と思う。いや実装でようちゃんにこう引きずり回されてるんだ、全然大丈夫と思う。そう、捨てる。そこをどうやって登ろうかななんて。もう最後はもう前についていくのみよ。その時考えるわ。そこまでどうしようって。ちなみにね、次のプリントは21.9 ぐらい、22キロ前後にありますよ。こういう地味なアップダウンです。後方にいてたらやられるから前方にいるね。これやっぱ一人で走ると結構長く感じるから、これ前日に一人でやっててよかったかも。明日だいぶ早く感じそう。時間が。逆に富永さんと一緒にキャッキャやってたら時間が早く感じちゃって明日めっちゃ辛かったかも。楽しんじゃってた。何キロ地点に次あるか大事ね。ここは多分でもここは計算、もうここはもう休みましょう、しっかりね。あ、ついてこれてた。カフェイン決めてね、監督よ。今日レッドブル買いに行こうと思って。カフェイン決めよう。で、1時間前に飲みました。聞かへんかったら、もったいないし。
1時間前に起きたらすぐにレッドブル飲んで回して頭回してで行く。目覚めの一杯コーヒーじゃね、あんまり。やっぱ4時半の眠気は吹き飛ばないし、やっぱさ、でも目覚めてたら別にね、そんなに。あ、でも飲んだ方がいい体だね。神経目覚めてる時あるやん、起きてなんか全然寝てないのにめっちゃ目すっきりしてるなみたいな。そういう状況でもやっぱ体は寝てんのかもしれない。心臓が寝てるスプリント練習楽しすぎあっという間やったね、ほんまに。あって言ったら終わってた寝起きにレッドブルぶち込むわぶち込みます。もう明日はその後ぶっ倒れてもいいぐらいの勢いででも言うてもね、ほら45分ぐらいの、まあ、50分以内の 地獄ですからこれがだって200キロとかやってる人本当にすごいよね花見さんこんばんは。理想してますレッドブルマスター、モンスターマスターののみさん寝起きに朝ごはんにレッドブルとのみさんと、のみさんを見習ったみたいな あほんまここ平坦、平坦ですね。ここはもう集団に食らいつく、食らいつきましょう。アメリカだと日本じゃありえないぐらいの大きいレッドブル、このぐらいかな普通にホット長いの音、レッドブルあんまり日本でレトルわざわざ見たことないけど、あんなちっちゃいのもありますけど、基本このぐらいの長いやつですねそれ決めましょう。いや、あんまり多いでしょきっと、一日寝れへんかな。ちっちゃいので十分ですよ、体が小さいからっていうか、それで言うとなんか鈴鹿さんにリーダーの体だと致死量はでめっちゃカフェインの致死量だけめちゃくちゃ伝えられたんやけどいや、なんで致死量ばっかり教えてくんの危険やね、私を危険な女やと思ってあ、平坦で足集めたいですね。この辺まで来たらもう要注意ですよね、きっと。まだか。でもここ言って曲がりくねりが多いから、後ろの方にいると前が見えへんから、ジュース感覚で飲みそうだから怖い。いやー、ほんとね、美味しいからねレッドブルはレッドブル美味しいよね。この辺ここ石畳きつい。スティームローラーが出ると思うんですけど、
ここでしか使い道ない気がする。あのそんなに抵抗あんのかな今のとこ。そこまでの抵抗を感じるのかしら。先日モンスターガバー飲んだ。それはおかしいなるわ。資料じゃ。よし、この辺からきっと上がってきますか。あれ、その切断が切れたかな。いけてるかな。いけてるか。これを越えて、もう多分読み合いは始まっていて、言うてあと1キロか。早すぎたかけんの。でも早かったらこのぐらいからかかると思うけど、早すぎるか。この辺警戒やけど、実際には2個目のこのトンネルか、この辺からか。あそこやな、あそこやな。だいぶかけるの早かった。まあいいか。基準がわからんのに。前よりは、あ、でもレース中よりは早く走れた。あの時は集団やったけど、今の方が早いですね。からの、からの山よ。マジか。
最後何枚でみんな登っていくんやろ。残り200ワット。200ワットって200ワットって どのぐらい？結構不満。見ないで。どんどん下がっていってんのは何？
最後ランジングで OK、 あとはもう出し切ろう。1.5 で足なくなるあ、もうちょっとダンシング使っていいのかな。今日はほとんど使わずにポイントだけ浮きましたけど、一人でいや分からんけど、多分まあこんばんはついていけるところまでついていって、余裕が自分にあれば行くし、はあ、チームメンバーが言ってくれることでしょういや頑張ろう頑張ろう、はあ、あんまりねあんまり言うと作戦バレするし、はあ、まさか私があそこであんなことやこんなことするとは誰も思っていないでしょうははは、ということで、はあ、まあこんなもんですかね。あとはちょっと軽いクールダウンをしながらやっていこうと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。お付き合い練習にお付き合いありがとうございます。そして明日はブイストレーシングリーグ C カテに女子メント、初めて出ますね。はあ、チームメンバーは5人しか今回は出ないかな。まあ6人揃えばギリギリまではい、特別枠をしていますので、ぜひぜひ明日出れるよって方嘘嘘。はい、ということで明日は走ります。応援していただけたら嬉しいです。はい、ぐらいかな。はい、ということで皆さんありがとうございました。よかったら高評価、そして、チャンネル登録してない方がおられましたらぜひチャンネル登録お願いします。あとあのメンバーの登録もあるので、よかったらよかったらで、はい、一応宣伝しておきます。ありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバイ。